豊か劇一客室入り口豊岡劇場は、兵庫県豊岡市にある映画館である。通称、豊タ劇。1927年に開業し、2012年3月31日に閉館したが、2014年12月27日に再開館した。豊岡市街地を南北に貫く。 中央公園の北端近くに位置し、にスクリーンを有する田島地方で唯一の映画館。1927年頃に芝居小屋として開業し、1931年に有限会社豊岡歌劇場を設立した。1947年からは劇場や映画上映、また社交ダンス場として運営し、1951年より、 正式に映画館として営業を開始した。豊タ劇1、豊タ劇2のにスクリーンを備えており、売店では菓子類及び種類の販売を行っていた。建物は昭和初期に建てられた近代建築で1925年5月に発生した北正大震災を教訓とした鉄筋コンクリート作りの看板建築となっている。 豊岡劇場と書かれたファサードのデザインに特徴がある他レリーフやメダリオンの装飾などレトロな雰囲気を残しており2007年にはレトロを訪ねる映画館編として週刊誌にも掲載された80年以上にわたり豊岡市内を代表する映画館として親しまれたが県内及び近郊のシネマコンプレックスに押され 赤字が続いたことや、映画上映のデジタル化が進んだことも、追い打ちとなり2012年3月31日を、もって閉館。昭和初期から続いた劇場の歴史に一度ピリオドを、打った。2014年7月、復活に向け融資により、豊か劇申請プロジェクトが立ち上げられ、また、豊岡市日高町の不動産業、有限会社石橋設計に経営が譲られた。 資金は、クラウドファンディングにより募られ、110人から約271万円が集められた。出資者の8割は、地元の人であった。またデジタル映写機2台も、国の補助金を利用し、約1200万円で導入した。2014年12月27日、2年ぶりに復活。上映室は引き続き2室であるが、席数を、 計14席減らし、大ホール186席と小ホール50席に変更。大ホールは、ライブ演奏などが行えるステージを新しく設けた。小ホールは集会場にもできる、洋歌同式の椅子にした。ロビーには、カフェバーも設置した。兵庫県豊岡市元町中の18田島唯一の映画館。 豊岡劇場3月末で閉館神戸新聞、豊岡劇場、明かり消えた、映画館、いつか復活を、最後の日、閉館をしむ声続々毎日 .jp、閉館映画館、小口優質のり再生復活へ、田島の豊岡劇場神戸新聞第7回、閉館から約2年で復活。地元が支える、映画館、豊岡劇場の工夫、映画で何ができるのか。 シネマトゥデイファンラッキー付近、豊かカ劇27日再開から、読売新聞田島版森の学校ウェブサイト、上映館リスト、すっぴんブルースザ・ムービーじゃんじゃん、今井正幸さんを応援するページ、すっぴんブルースザ・ムービー木の先、観光協会ホームページ。ありがとうございます。